はいこんにちはパーカッションの高見ですゼロから始めるパーカッションフットクラブ編この動画シリーズはフットクラブいわゆる足クラについて1からやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております前回までの動画でアフロ系のクラベベンベクラベの導入まで解説をしておりますのでまだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。 そして今回もですね、ベンベクラーベ引き続きやっていきます。今回はベンベクラーベレベル2といった感じでございます。この辺からね、おそらく脱落者が続出してくるかなと思いますので、ちょっと丁寧にね、やっていきます。ぜ、え、ひ、ー、ね、できた、できない、えー、難しい、優しい、ちょうどいいなどね、コメントに感想を書いていただけますと参考になりますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、では今回は何をやるかと言いますと、前回このベンベクラーベをね、 1、2、3、4、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 1。このように捉えましたね。これっていうのは、1、2、3、4、4カウントしたのを3回分歌ったので、全部でね、3拍、3ビートの捉え方をしたっていうことになります。つまり、1、2、3、4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 、1。はい。今、1回の比べに対して、 手が3回叩きましたね。これ、叩いてるところが吐くビートでございますので、えー、3拍子でこの比べを捉えたということになります。はい。ここまでよろしいでしょうか。で、今回はこれを4拍子で捉えます。4ビートで捉えます。するとどうなるかというと、 1 2 3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  1こうなるというわけでございます。はい、これやってる意味わかりますか足はねずっと踏むタイミングを変えておりません。で、口の歌い方と手拍子を叩くタイミングを変えたっていう感じですね。前回やったのは 1、to 3、4、1、2、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 3、4。4カウントの3ビート3拍子だったに対して、今回は、1、2、3、1、2、3、1、to 3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、3。3カウントの4ビート4拍子になるというわけですね。はい。で、これもともと、このアフロ系のビートを、カンカッ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 カンカッ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 カ 今このタンバリンが鳴っている風にえ捉えてた、つまり4拍子で捉えてた方にとっては、あ、そりゃそうだよねと、当たり前だよねという感じだと思います。むしろ前回のね、3拍子で取る方が難しかったんじゃないかなと思いますけれども、これ両方取れるようにしていきたいんですね。3でも4でも、どっちでも取れるようになっておくっていうのがですね、こういうアフロ系のビートをやる上では避けては通れない道でございます。で、これをね、やることによって、単にこのね、 アフロビートをやる以外の音楽をやる時でもすごいこのタイム感というか、えー、リズムをね正確に把握する能力っていうのはすごく高まる鍛えられますのでリズムトレーニングとしてもね、えー、すごくいいですのでぜひやってみてください、はい、ではまずベンベを踏みながらワン・ツ、えー・スリーワン・ツー・スリーワン・ツー・スリー3カウントの4ビート4拍子で歌えるように練習してみましょうこれすごくゆっくり僕やってみますので合わせて歌いながら足踏み足蔵をやって慣れてみてください three, one t ン、ツー、フリ e せーの。ワン、ツー、フリー、ワン、ツー、フ t ー、ワン、ツー、フ e ー、ワン、ツー、フリー、ワ e ツ o フリー、ワン、ツー、フリー、ワン、ツー、フ o ー、ワン、ツー、フリ e ワン、ツー、フリー、ワン、ツ e フリー、t ン、ツー、フリー、ワン、ツー、フリー、ワ e ツー、フリー、o three, one. はい、まずはこのカウントをしながら、足で踏めるように練習をしてみてください。で、このカウントのね、タイミングとどこが重なるのかっていうのをしっかりと確認しながらやると、練習の効果が高いです。 具体的に言うと全部で4拍あるんですけどもまず1拍目の1と3ですね123はいで2拍目は3だけ123で3拍目は2ですね1234拍目は1と3123続けると123123123123123123123 1、2、3、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 1、はい。これしっかりとね、当たる位置っていうか、鳴らすタイミングを確認しながらやると効果が高いので、じっくりと練習をしてみてください。はい。でここからはちょっと難しいんですけれども、前回やった1、2、3、4、4カウントの歌い方と、今回の3カウントの歌い方を、チェンジさせるっていうのをやってみたいと思います。はい。足はずっと同じで、口の歌い方だけを変えるっていうね。はい。これできるでしょうか ちょっとこんな感じっていうのをやってみますので見てみてください。いきますよ。せーの。1234、1234 <music>、1234、1234、1234、1234、1234、123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 、 1> 1はいという感じでこの4でも3でも取れるどっちでもカウントできるっていう状態を作っていただきたいのでこれを徹底的にね練習していただければと思いますでは4カウントと3カウントを2比べごとにチェンジするっていうのをやってみますせーの

はい、これができたら、ワンクラブごとにチェンジをやってみましょう。きます。せーの。ワン、ツ <noise> ー<声>、フリー、フォー、ワン、ツー、フリー、フォー、ワン、ツー、フリ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 ー、フリー、ワン、ツー、フリー、ワン、ツー、フリー、フリー、ワン、フリー、ワン、フリー はい、このカウントチェンジができて自由に3でも4でも取れるようになればですねあとはもうどうやっても構いませんはいどんな練習していただいても構いませんけれども例えばこんなのがあるよっていうのねやってみたいと思います楽器でやる場合ですね、えー、具体的に何か4カウントのパターンを1個作るで3カウントのパターンももう1個作るでこのパターンをチェンジさせていくっていう練習方法です例えば4カウント1234の3ビート 1、2、3、4、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 まあこういうパターン作ったとしますね。で次に3、カウント、4ビートのパターンを作る。1、2、3、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 3、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  对不起 はいというわけで今回は弁弁比べのレベル2ということで3拍子と4拍子をチェンジする切り替えていくっていうのをやってみましたはいおそらくね多くの方が脱落するのではないかと <laughs> 予想しております大体ね3分の1ぐらいの方はね脱落してしまうのではないかと思いますのであちょっとむずいわと思ったら、えー、じっくり一個一個確認していってください、まあ、場合によっては、えー、前の動画に戻ってねあこれができてるかなこれがちゃんと正しく踏めてるかなっていうのを確認しながらやっていただくといいかなと思いますはい で、感想などもね、コメント欄にお寄せいただけますと、今後の動画作りの参考にいたしますので、よろしくお願いいたします。はい。こんな感じで、このチャンネルでは、パーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために、毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。また、メンバーシップ制度を使って、このチャンネルのサポーターさんも大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方がいらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいて、メンバーシップ入っていただきますと、大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。 また毎週 YouTube や YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。